皆さんこんにちは。こんばんは。ココロリンクゲームズのベイくんです。おかめです。謎解き東大王実況いきましょう。よろしくお願いします。お願いします。これはね、面白いよ。絶対面白いと思う。あのアナザービジョンみたいな感じの。アナザービジョン、皆さん知ってます？アナザービジョン、東大発。そうと、口に入る文字はまあ謎解きというか、口じゃないでしょ、四角でしょ君四角君白身、まあ、謎解きみたいなゲームですよね。そうですね、推理しろってことですよ。同じ文字が入るやつね。うん、オッケーオッケーオッケーもう分かる。ごめん、なんかね、うん、これ謎解きなのかな。生かした司会って言いません生かした司会司会めっちゃ生かしてるみたいな。あ、いいね。司会生かした司会、いいね。生かした司会、怪文やん。行きましょう。どう、合ってたやるね。あの司会生かしてんじゃんみたいな。あ、生かした司会、合ってた嘘やん。そういう感じでよかったですか。そういう感じ、ね、東大行けんじゃね。東大合格やね。東大合格だね。東大行ってんじゃなかったでしたっけ。行ってたかも。うん、足は踏ん見えたかもしれない門までは。門まではね、うん、資格を見ましょう。はいはいはい。あー、なるほど。あ、わかりました、わかりました。足すイコール、うんうんうん、ちょっと引くイコール言ったね今。目って何、わかった。イコールじゃないのこれ。いや、これそのままですよ。うんうんうん、目、はい、わかりました。あ、わかった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 、はい、わかりました。漢字や漢字。そうってことはダン。せ、あ、せーので言わせてくださいよ。俺はわかってた、これダンね。周りに行く、わかってた分かってたら私が先だよ。オッケーオッケー、みんなわかりました。漢字です。うん、田んぼのターンなんですよね、上はね。そうですよ、周りに四角つけたら、うん、ひでしょ、でひ、めでしょ、うん、で、ダン、ダン、オッケーです。怒ってたもん。ほんまかいね。あ、じゃあもう先言うぞ。よし、先言おう。四角。違うの。ん？超？超って何？超って何よ。なんで超なっちゃったん？の数字みたいね、最後。漢字？耳と超って漢字にしたらどうなる？どっちも漢字やがな。あ、そういう、あ、違う違う。か、だから耳が、あの、なんていうの？左の。シュブ？ブッシュ？そんな間違い方せん。オラン。いや、あの業界用語でシュブって言うんですけど。オラン。オラン言わないでください。なんだろう。悔しい、これ。これはちょっと分からないな。ヒント1いこうよ。ヒントあるよ。ヒント行きましょう。うん、え、五感？あー、すごいこれ。この問題すごい。いいよいいよいいよ。3です。なんでですか？いきますよ、はい、目は四角、鼻は嗅覚、耳は聴覚、聴覚というわけで三角。血はあれ何やったっけ、味覚、そう、味覚です。三角。え、いや待って待って、主婦よりひどい。いや、この話すごいやん、うん、お、これすごい、めっちゃおる、めっちゃおる。あ、そういうことね。いきましょう。お、面白そう。また掘るのは穴、釣るのは道具、解くのは話、見るのは食事、凝るのは口。なんだこれ。あ、凝るは何。あ、そういうことか。凝るは何、うん、なんでさっきから口、口口じゃないですよ、四角ですよ。口を埋めますじゃないですよ。、うん、なんだよこれ。穴、穴、ホール。あ、痛い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 、すごい、俺すごい。ホール、ホール、ツール、トーク。はあ。見るって何や。ショーク、ショク、クーか。クー、あれ？何？英語じゃなくなっちゃったよね。あれ、見るって何？ツール、トーク、ミール。ミールって何？ミール。あ、ミール、肉？肉、ミ、いやいやいや、ミート。あ、ミート、ミート？ミ、ミ、だから、ホール、ツール、トーク、ミールでいいんじゃないですか。だからコール、コールでいいの。ないやん、コールなんじゃないですか。コール、コールっていうのはコールですよ。ルーないんですよ、ルーが。だからおでんって出てきちゃう。おでんって出てきちゃうよ。どうしよう。え、でもヒント2行くか、ちょっと分からない。そう、もうヒント2苦しいな。なんだと？ヒントを見るのにアンケートに答えるだと？じゃあ自力でいこうか。自力ウトゥンといきましょうか。え、待って。
凝る。肩。凝るのは肩。え、何？凍るのは電話？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 コール電話？コール電話？来た？来たんじゃない？普通に来たやんこれ。行くで。よっしゃー！すげー！いやー、おでんからよくそこまで行ったわ。すげー！やったー！そうだ！見る見る食事。あ、見るなってんだ。あー！ね、面白い面白い。すごいすごい。そうもうこれすごいわ。アドレナリン出てるな。次行こう次行こう。カス。カス。今カス。今カスカスカス今カス。これ漢字かな。漢字怪しいよね。カとスっていうの漢字今じゃないんでしょ。これラでしょ。だからカラスだよ。君早いね。今じゃないもん。今じゃない。だからこのラの上に矢印みたいなのあるじゃないですか。あ、文字入れ忘れたっつって、ここにこれが入るよっていう矢印のじゃない？君。これすごい私。来た。正解。これはすごい。早い。今分解しないとカラスカとスの間にラを差し込んで出てくる。そうそうそう。素晴らしい。完璧。よく差し込むもんだじゃ私。文字間違えて。完璧。完璧、うん、暗号を解きましょう。矢印がある、ね、アモロキネもしくはなんかこう左に左が先頭とか左に進んでるもの。あーそういうこと。あーなるほど。電車みたいな感じ。あーそうそうそう、右から行って、進行方向みたいな、うん、だから一番左は駅員さんがいてみたいな車掌さんがいてみたいなそういうことかもね。でもね、うん、でも全然違うよね。ヒントいくか。うん、いきます。アルファベットか、悔しい、悔しい。これめっちゃ答えに近いもんがあるんじゃないの。アルファベットに直す。はい、だから N でしょ。 NENK NE じゃなくて、いや頭文字にしましょうよ。とりあえずそれやったらねである意味なんや。まあそっかね。 NEKI NE。 あー分かった分かった分かった。アルファベットに書いて逆から読んだらだけや。だから青も青森県だから最初 A やん、うん、でもうは MO やから青。あーなるほどね。で M が来てて、で次ローやから O が来てるから青も、うん、はいはいはい。これ多分仮見た方が、はい、これね筆記用具欲しい。そうやね、うん、ほらほらね黄色でこれ逆なんだら青森県。はあ、やられました。これはね筆記用具必須でした。次行きましょう、うん、面白い。これでもいいね。うわ、ロー埋めましょう。144ロ。なんでロって言ったの。四角ですって口じゃなくロでもない。144個。セミロングって打ちたいな。セミロング1ダース。君1ダースはでも12。そう12なんですよ。だから 12×12 って結局なんぼなん。144ってことは単位。そうそういう単位があるのか。そうそうそう、ダースは12やけど、そうダースの上があるんじゃないですか。だからうん、1兆2兆1ダース億兆 K みたいな、そんな感じのやつ。じゃあグースや。グース1グースありそうやろ。ありそう、1グース。ないか。違うな。あ、新しく作ったらいいよ。リンダ。リンダ。チリンダ。チリンダ。ヒントいくか。はい、ヒントいこう。単位だ。そうやんね。単位やんね。あ、ちょ一回アンケートどんなもんかちょっと見てみるか。ちょっとアンケートやろうか。アンケート見てみよう。うんうんうん、え？同性だけで集まる女子会や男子会って好き？あ、あ、好きですね。好き。はいはいはい。Okay。異性でルームシェアあり？なし？なし。なし、はい。次の質問。玄関の鍵を閉め忘れたが気になる時がある。ある。あるね。めちゃくちゃある。なんだこれは。習い事から恋に発展したことある？ない。習い事？習い事言ったことない。漫画雑誌を買ったら全部読む。読まない。あ、ジャンプとかってことね。うんうんうん。OK。教えて。教えて教えて。はい。読まない。化粧品と同じ名前？ん？化粧品いけ。聞く？
チーク。ワンチーク？来たん。いきなり来たんちゃうこれ。あ、クがない。あー、くそー。つけま。ワンつけま。144個。ファンデーション。ちょっと今化粧してみて。ほうほうほう。頭の中で、はい。うん、ファンデ。いや、下地？まあ下地とファンデちゃうんか。ファンデ。はい。ビューラー。ビューラー行ったかそこで。はい。うん。上げといて。上げときて。うん。シャドウ。シャドウ行くそこで。シャドウ。どういくどういくんで。ライン？ライン行くそこで。アイライン。うん。うん。で。アイライン。はあ。トゥーライン。トゥーライン行った。眉毛。眉毛。チーク。あとなんだっけな。あとなんだっけ。コンタクト。コンタクトって化粧。あれ化粧でしょ。コンタクト。え、なかったんやけど。チークしかなかったですね。君の化粧道具なかったんやけど。リセンとかないの化粧品。リセンありそうだねなんかね。グロ、グロってなんかあれやん。グロスやん。あ、来た。行くで。やったー。君グロス使わんの？グロス。グロスは使わないね。グロスは使わない。なんでグロスって分かったんですか？使ってらっしゃるんですか？バレたー。趣味。ワングロスって言うんだ。趣味。これタイトル見た方がいいなほんで。タイトル見よ。確かにタイトルヒントじゃん。うん。次9問目、うん。アイテムの意味は。いきましょう。はい。解読、やすり、いく、意気込みそう。これなんかほんまに東大の問題でこんな感じのなかったっけ？あったよこれ。石川アイロン、イカ。アイロンは、うん、かける、掃除機もかける、やすりもかける。おー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 、ごめんこれあった。あったよこれ。あった、でも覚えてないの。あったの。あったこれ。あった、全く同じ問題あった。同じ問題あった。掃除機でゴミ取るから、うん、息。すごいこの、そうや、そうや、これ、うんうんうん、あった、そうだ。アイロンはかけたら、うん、シワが消えるから、うん、石川の、うん、石はシワ抜いたらイカになるんや、うん、なんでねってこれゴミ、え、息、ゴミか、ゴミ、息ね。はい、これありましたよ、テレビやってました。これ全く同じもんだった、ごめんみんな、うん、正解から左の言葉に右の言葉をかけることで、うんうん、このねがこれ解読、いく、やすりをかけて角を削る。これ見てなかったら分かんなかったかも。この問題すごいよね、でも、うん、考えた人。意気込みはゴミを消したら、うん、息になるよね。で、ね、石川はアイロンでシワを取るから、うん、シワをなくすと怒りになると、うん、でこれもう一個、もう一問だけやろう。やろう。10問で終わると思ったけど、もう一問やりましょう。はい。あ、むずこれ。アメトークのあれじゃん。でもこれ色っぽいよね。あ、そうじゃない？え、これめっちゃ簡単。虹色じゃない？赤、オレンジ、うん、あ、溶けた。青やから、あ、で、オレンジ、ん？水？おっと違う？おっと違う？水にして見ればいいですよ。見ないの？見ないんよ。で、6が、紫、ささで、ここだけ味、え、違う、味サイカさ、あ、オレンジじゃないんちゃう、だいだい、じゃあアイアイガスですよ、だいだいや。じゃあ3番はこれが青なんじゃないですか。それも青なんかな、うん、3番もそれはアイアイカサなりません、なりそう、こうか、はい、違う、いくで、イエーイ、あれも青と呼びますってことね。なるほどね、赤だいだい、アイやって。マジで藍色だ。マジかマジか、藍色で、だいだいは合ってて、緑、うんうん、なんかもう俺ら全然合ってないな。あ、緑はなかったんか、あれに、クイズに。で、青はエグラスってなる、うん、よし、よかったー、オッケー、めっちゃおもろいやんこれ、うん、で10問これでいったのか、だね、これ、ね、題名必要だよ、うん、題名ちゃんと見ないと無理やな、うん、面白い面白い、というわけで、はい、こんな感じでとりあえず、うん、謎解き東大王終了でございます。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。楽しんでいただけたらぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。
好評やったらまたやります。それでは次回もお楽しみに、はい、コロリンクゲームズのベクでした。岡村でした。バイバーイ。